今回のサムネイルにも載せた夏は一番ホニャララした人が勝つ。さあ、今回動画の本編に入る前に皆さん、このホニャララの部分何が入るか皆さんなりの答えを決めてほしいんです。決めてからこの続きぜひ見ていただけたら嬉しく思います。ぜひよろしくお願いします。改めましてどうも、愛知です。今週も月曜日になりました。1週間早いなーって思ってる方もねいるかと思うんですが、おそらく夏休み直前の月曜日の方が多いと思います。まあもう始まってる方もねいるかもしれないんですが、さあいよいよ夏休みですということで、まあ先週とか先々週とかね、ずっと夏休みに向けて契約の立て方とか、集中しやすいね机周りの環境とかね、まあこうやってライト当てるんだよみたいな話も先週しましたけども、まあいろんなね動画を見ていただいて、まあ自分だけの動画じゃないと思いますけど、いろんな方の動画を参考にして夏休みの準備を整えてきたと思うんです。なので今回はこういうテクニックの部分じゃなくて、夏休み直前に自分がみんなに一番伝えたいことを今回ね喋らせてもらおうかと思います。それが今回のサムネイルにも書いてあって、この動画の冒頭にねみんなに考えてほしいって言ってもらったあのホニャララの部分です。で今回今ここまでね動画見ていただいて自分なりの答えを考えてくれた方もいらっしゃると思います。例えば一番頑張った人が勝つとかね、一番努力した人が勝つとか、いろんな答えがあって、おそらく多くの方がネタに走ってなければそれが正解だと思います。別にこれは1個ね、もうこれだけが絶対的な正解だよってわけではないんですけど、ただ自分の中でみんなに伝えたい正解が一つあります。それは頑張った人でもなくて努力した人でもありません。何かっていうと勘違いした人です。いいですか？夏は一番勘違いした人が勝つんです。これをぜひ覚えておいてください。特に受験生に言えることですが、まあ、ここまで受験勉強をね、いろいろやってきた中で不安になった瞬間って、まあ、少なくとも1回はあるはずです。で、先に言っておきます。この夏休みは多分何回も、しかも結構短い周期でその波に襲われます。不安とか焦りとか、これで大丈夫なのかっていう自分に対する疑問とかがいっぱいいっぱい降ってくる。で、それが夏休み終わった時、夏休みをうまく計画通り使いこなせて、ある程度やったなっていう自信を身につけた人でも、夏明けの秋、冬、また恐ろしい回数それをやられるんです。それをいっぱいこうね、降り注いでくる不安っていうのが。で、その中で、根拠のない自信っていうのがやっぱり大きな力を貸してくれるのね。ここで一つみんなに聞きたいことがあります。みんなは例えば計画を立てた方もいると思います。で、夏休みが終わった時、まあ、大体まあ8月31日にしようか、まあ、その前に終わる方もいると思うけど、夏休みが終わった時にじゃあ計画通りそのね終わったとします。自分がねやることはちゃんとやった時に自分に自信がついてると思いますか？自分なら大丈夫って思えてると思いますか？これきっとね、多くの方が首を振ると思うんですよ、横に。いや、無理だと思うって。そんなに自信は持てないって。で、もしかしたら、今現在、自分自身に対して、自信がある。その根拠ない自信って、なかなかないと思うんだよね。本当に勉強したら伸びるのかなって。疑問だったらまだいい。でももっと言っちゃうと、どうせ私勉強したって意味ないし、とか。俺どうせ努力したってさ、できるようになんねんだよって。大して成績も伸びねえしなって。思ってる方はいない？そしたらもう伸びねえよ、成績。できるようにはならないって。っていう話をよく塾講師の時にしてました。面談室でね、生徒と二者面談してる時に。まあこれ、動画ですると角立つよね。多分今イラッとした方いると思うんですよ。なんか直接顔合わせてて、人間関係できてる中だったらさ、言えるのよ。これフォローができるから、分かってるから。そのフォローまでセットで言ってるんだけど。だから動画で今回これ喋ってるの大丈夫かなって内心不安はあるんだけど、でもやっぱり言っておきたいなって。なんかいつも気持ち悪いって思われるかもしれんけど、俺動画使ってくれてるみんな生徒だと思ってるからさ、自分の。もう塾講師の時とあんま変わらんもん。そうだから、この自分が喋ったことでまあね、こう嫌われるというかさ、なんでハイチムカつくんだけど見ねえよって思われる方もいると思うんだけど、でもそれでも何人かの方がさ、それを聞いて頑張ろうって思うんだったら動画を撮る価値はあると思うよね。いつもそういった気持ちで撮ってるんだけど、まあそれでね、今回これも喋らせてもらったんだけどさ、自分の可能性、自分の伸びしろを誰よりも信じてほしいの。それを信じる気持ちでは誰にも負けちゃいけねえって俺は常に思ってる。それは学生の時も思ってた、受験生の時も。
特に大学受験の時さ、自分はその高3上がる直前に専門学校志望から国立大に志望を変えたのよ。で、偏差値が20ぐらい足んなかった。で、夏までも結構努力したけど伸びなくて。で、ほんと夏やらかしたらもう終わりだと思ってたから。だから死に物食いでやったよ、夏休み。でもそれでもさ、毎日思った。だって4月から4、5、6、7って4ヶ月結構自分なりにはやってきたんよ。でも伸びなくて、判定も E 判から良くて D 判定ぐらいな。ああ無理かもしれないって。まあ、その無理かもしれないって思うためにさ、恩師の松崎先生にさ、まあ、そんなことねえからやれよ、頑張れよって言われてて、それで奮起して頑張ってたんだけど。で、夏明けた時も、そんなにめちゃくちゃ、なんだろう、すげえガラッとは変わんなかったの。よくて C 判定ぐらいな感じだったけどさ。でも、そっからやっぱ粘ったことで、なんとか届いて、まあ、ギリギリだったよ。前期も落ちたし、学芸。でも、後期でさ、ギリギリ、現役で受かったんだよね。そう。だから、やっぱりでもその時にずっと思った。夏休み。俺予備校とかも行ってなかったからさ、ずっと自宅学習だったから家で勉強してて、してても思うわけよ。やってて伸びんのかなって。これやってるけどもうさ、4、5時間とか勉強しててさ、こんなに頑張ってるけどさ、意味あんのかなって。もう遊んでた方がいいんじゃねえかなとか思うわけ。でもその自分と戦う自分、やっぱ自分しか戦えないからさ、待て待てと。そう。その成績がまだ今伸びないかもしんないけど、伸びるまで努力すればいいだけの問題だろって思ってた。そう。結果が出るまでやってないだけだって。結果が出るのはさ、まあその当時は思ってなかった。今塾講師をやるようになってから、その成績伸びるまでってのは人によってめちゃめちゃね、個性じゃねえや。個人ごとに差がある。個人差があるんよ。すごい一気に先に伸びてからなかなか伸びなくなるパターンの人と、全く伸びなくて急に重い、すげえの滝登りみたいなタイプもいるわけ。だからなかなかね、みんながその勢いがつくタイミングってのはそれぞれ違うんだけれども、やっぱりそのさ、滝を登るタイミングまでは努力しねえともったいないと思う。だからそのためには自分なんてどうせ無理だって思ったらやっぱそうなっちゃうんだよね。これ運動とかもそうだと思ってる。どうせこんなにねシュートの練習したって上手くなんねえよ俺はって思ったらなんねえって。そう。だからやっぱそこはね、自分の可能性は諦めちゃいけない。疑うのはいいから。人はそんなに強くないから。だから不安に思って伸びるのかな、ダメかもしれないとは思っていい。でも決めつけちゃダメ。どうせ無理だって。そんなことはないって。いいかい？綺麗事に聞こえるかもしれないけど、ごめんね。俺は、その生徒だと思ってるから余計にそう思っちゃうんだ。その、俺、多分みんな自身がもし今自分に疑ってる方は、多分俺の方が信じてるぞ。だってさ、こんだけ YouTube にエンタメのね、みんなが多分見たいって思う楽しそうな動画いっぱい溢れてるでしょ。おそらくさ、いっぱい探し続けたら、みんなの人生足らないよきっと。この YouTube に溢れ返ってる動画の本数探してたら。見たい動画、見たい動画って言ったら人生足りないって。そんだけ楽しそうなものがいっぱいある中で、この授業動画クリックしてるんですよ、このチャンネル。その時点で伸びしろしかねえんだって。いい？みんながこうやってさ、誘惑に負けてるところをそれをグッとこらえて、ここをクリックしたんだから。だから伸びしろしかねえんだよ。絶対伸びんだって。だけど、努力するのは俺じゃないんよ。自分自身でしかない。自分が頑張るしかないんだよね。だってみんなに任せらんないじゃん。俺のチャンネル、俺これチャンネル大きくしたいと思ってるよ。いろんな人にもっともっと知ってほしいと思ってる。でもみんなに頑張ってって言っても何も変わんないじゃんか。俺が授業動画を頑張ったりとか、俺を動画を頑張って撮ることしかできない。俺が努力しなきゃ。でしょ？だからみんなの成績もそうなんだって。俺はこうやっていろんなこと喋ることしかできないからさ、これがどう伝わってるかわからん。でも夏休み中また毎週月曜日にこうやっていっぱい喋っていくからさ、こんなことしかできないけれど、でもまあ昨日とか一昨日、昨日か日曜日にさ、自習室の発表をさせてもらったの。毎日やるって、平日に関してはね、しかも1日2回頑張るわ自習室。そんなことしかできないけれど、でも伝わるといいんだね。一生懸命一緒に頑張りてえって本当に心の底から思ってるから。だからみんなもね、ぜひ勘違いして、俺ならできるって、努力したら絶対私は伸びるんだって。そして、例えば高校とか大学目指してるんでしょ？そこの、例えば高校だったらさ、あの可愛い制服着るんだとか、あの大学行ってあのサークルに入るんだって。その入った後のことをしっかり想像して、一回しっかり想像するんだぞ。そこがゴールじゃないから、そこがスタートなんだから。そのスタート地点に私は立つんだと思って、ぜひね、この夏をいい夏にしていってください。小手先のね、その机周りの環境とか契約の立て方っていうのは前に動画撮ってるから、まあ自分の動画じゃなくてもいいからね、いっぱいいい動画あるから、いろんな方がいらっしゃるから、自分に合うなと思ったものをいっぱい拾って、そして創意工夫して、そのまま真似するんじゃなくて自分なりにアレンジして、自分の勉強法、自分の暗記法っていうのをしっかり見つけて、8月31日、夏休み終わった時に、いいですね。こう、まあ、100点満点与えられないかもしんないけど、でもよく頑張ったよ、私って。まあまあ、頑張れた、俺はって思えて、で、すごいいい表情で、夏以降、
ね、戦えるような、そのね、戦えるモチベーションになってることを願ってますので、ぜひね、お互いにいい夏にしていきましょう。だいぶ鬱陶しかったと思うんですが、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。できることはやります。頑張ります。俺もね。なんでね、お互い一緒に頑張っていきましょう。それじゃあ、また来週ね、次回の動画でお会いできたらと思います。それじゃあ、またね。ご視聴いただきありがとうございました。